ヒラノショウ、ガンユータ、ジングジユータの活動に格差がある理由とは、ナンバーアンダーライン愛の戦略を分析、ナンバーアンダーライン愛の成功の鍵、ファンとの信頼関係を築き、世界へ羽ばたけ、ヒラノショウ、ガンユータ、ジングジユータの三人がキングプリンスから脱退した理由やその後の活動について、彼らがいかにして新しい道を模索しているのかを探ることは、非常に興味深いです。 特に、平野に集中する仕事と、騎士や神宮寺の活動の少なさが注目されていますが、それは単に、需要がないからではなく、もっと深い理由が存在するのかもしれません。この記事では、その裏側にある彼らの意図や戦略を解き明かしながら、彼らの今後について考察していきます。ナンバーアンダーライン愛が結成された際、彼らは一つの明確な目標を掲げました。それは、 海外で活躍できるグループになること。キング・プリンスでの活動では、その目標を達成するのは難しいと感じた彼らは、自分たちの未来を見据えた結果、独立という道を選んだのです。平野がソロで多くの仕事をこなしている一方で、騎士と神宮寺はあまり目立った活動をしていないように見えますが、これには重要な戦略が隠されている可能性があります。まず、 平野がソロで数々の CM や音楽番組に出演している背景には、彼自身の高い人気と実力があるのは間違いありません。しかし、それだけではなく、ナンバーアンダーライン愛全体としての戦略が関係しているとも考えられます。騎士と神宮寺がバラエティ番組への出演を控えているのは、単に仕事がないからではなく、彼らが目指す方向性に合わないからかもしれません。彼らは、 グローーバルルでで活活躍すす。るるアーティスストとししててののキルを磨くために、に今は音楽活動に専念しているのですこの考え方は、岸が以前のコメントで示唆していたように、バラエティや舞台、ドラマと並行して海外で通用するスキルを身につけるのは難しいと感じたことに通じます。つまり、彼らは今、自分たちの音楽活動に全力を注ぎ、そのスキルを世界で通用するレベルに引き上げることを最優先しているのです。 これにより、バラエティ番組などのオファーをあえて断り、音楽活動に集中することで、将来的により大きな成功を収めることを目指しているのではないでしょうか。しかし、この戦略にはリスクも伴います。特に、日本国内でのファンベースを維持しながら、世界に挑戦するというのは非常に困難な道です。日本での露出が減ることで、国内のファンが離れてしまう可能性もあります。また、 音楽活動に集中することで、バラエティでの魅力を発揮する機会を失うことにもつながりかねません。それでも彼らがこの道を選んだのは、それだけ世界での成功にかけているからこそなのでしょう。平野がソロで活動する一方で、岸と神宮寺が表舞台に出ることを控えていることは、ナンバーアンダーラインアイというグループ全体の戦略的な判断であり、グローバル市場を見据えたものであると考えられます。 彼らが世界進出を成功させるためには、今は音楽活動に専念し、スキルを磨くことが最も重要です。したがって、現在のような格差が生じているように見える状況も、実際には計画的なものであり、将来的な成功を見据えた一時的な状態に過ぎないのかもしれません。このように考えると、彼らの現在の活動のスタイルは非常に合理的であり、目指すべき方向性に沿ったものです。 しかし、その一方で、ファンとしてはもっと彼らをテレビで見たい、バラエティでの姿を楽しみたいという気持ちも理解できます。そのため、彼らがどのようにしてこのバランスをとっていくのか、今後の展開が非常に楽しみです。さらに、彼らの活動が今後どのように展開していくかについて考えると、現在の戦略が成功するかどうかは、彼らが世界市場にどのようにアプローチするかに大きく依存しているといえます。 特に、彼らが音楽フェス、紅茶屋ラに出演したことは、世界進出の第一歩として非常に重要な意味を持っています。これに続く形で、彼らがどのようにして世界の音楽シーンに食い込んでいくのか、その戦略と展開が今後の鍵を握るでしょう。そして、彼らが世界で成功を収めるためには、ただ音楽のスキルを磨くだけでは不十分です。グローバルなファンベースを築くためには、 彼らの魅力をいかにして世界中の人々に伝えるかが重要です。そのために、彼らがどのようなマーケティング戦略を取るのか、どのようなメディア戦略を展開していくのかが注目されます。また、彼らがどのようにして現地の文化や市場に適応していくかも重要な要素です。日本国内での人気を維持しつつ、グローバル市場で成功を収めるためには、現地のトレンドやファンのニーズに応じた柔軟なアプローチが求められます。 これには、言語の壁を越えるための工夫や、現地のアーティストとのコラボレーションなどが考えられます。さらに、彼らがこれまでに培ってきた日本のエンターテインメント業界での経験をどのように生かしていくかも重要です。日本のエンターテインメント業界は、世界でも独自の文化とシステムを持っており、その経験は彼らが世界で成功するための強力な武器となるでしょう。しかし、その一方で、 日本のスタイルをそのまま持ち込むだけでは、グローバル市場では通用しない場合もあります。そのため、彼らがどのようにして日本の強みを生かしつつ、グローバル市場に適応していくかが、今後の鍵となるでしょう。この脱退時のコメントから、ナンバーアンダーライン I は海外進出を重視しており、世界で成功することを最重要目標としたグループであることは明らか。特に棋士は、ドラマや舞台、 バラエティなどに出させていただきながら、海外で通用するスキルを身につけることを同時にやる器用さが自分にはなく、だんだんと夢と目標に、自分の実力にギャップを感じるようになっていきました。そして、海外で活躍できるグループになるためには、今のままでは到底無理だとも感じるようになってきました、とファンクラブサイトの動画で語っていたのである。士がジャニーズ時代に出演していた、ザ。鉄腕・ダッシュ 日本テレビ系に、現在は何は男子のメンバーが出演しているが、そのことに触れたネットニュースのコメント欄には、次のような意見が見受けられた。バラエティーの岸くんというか、ダッシュの岸くんは本当に好きだったし、今でも見返したくなるけど、対処間近のソロ活動の表情と今では顔つきが全然違うんだよね。本人は今までのもの全部なくなっても、テレビに出られなくなってもという覚悟で対処しているのだし。 仲間とやりたかったことを今やれているのはファンから見ても奇跡みたいな感じだから今すごく頑張って、音楽ダンスで新しい岸くんに出会えることできてよかったなと思う。ガンくんがダッシュにレギュラーで戻ると思ってた人がいるのにびっくり。私はもう出ないと思ってました。ナンバーアンダーライン愛として軌道に乗せてアーティストとして活動を一本にしていくんじゃないかな。彼のバラエティのポテンシャルはもったいないけどね。 バラエティはこの先何年後でも出れるけど、ナンバーアンダーライン愛のあのダンスは今しかできないからそれでいいと思ってます。今のアーティストガン君も素敵です。普通のアイドルではもったいないくらいの歌唱力、ダンススキルも磨いて、さらに高みを目指す3人は眩しいくらいです。音楽に集中したいという気持ちはとても伝わってくるし、バラエティはしばらくお休みでいいんじゃないでしょうか。それでも様々なコンテンツで、 いいつもの面白い楽しい姿も見せてくれる。それで大満足です、バラエティに出ると猛バッシングを浴びることに。要するに、岸も神宮寺も個人の需要がないわけではないが、グローバルに活躍するアーティストになるために、今はバラエティ番組などの出演依頼は基本的に受けない方針にしているのだろう。そして、そのスタンスを多くのファンたちが理解し、支持してくれているというのが本当のところに違いない。 逆に考えると、バラエティ番組に出まくっていたらキングプリンスの脱退理由と矛盾してしまい、結局日本のテレビで食ってくのかよ。目先の金に目がくらんだのか、などと、猛バッシングを浴びるのは容易に想像できるというもの。最後に、彼らの活動が成功するためには、ファンとの信頼関係が非常に重要です。特に、現在のようにバラエティ番組への出演が少ない状況では、 ファンとの接点がが減ってしままう可能性がありますそのため彼らがどのようにしてファンとの関係を維持しさらに強化していくかが重要です。これには SNS の活用やファンクラブを通じたコミュニケーションの強化などが考えられます。結論としてナンバーアイの現在の活動スタイルは彼らが目指すべき方向性に沿った合理的なものであり。 世界で成功を収めるための戦略的な選択であるといえます。しかし、その一方で、彼らがどのようにして国内外のファンベースを維持し、さらに拡大していくかが、今後の成功の鍵となるでしょう。彼らの今後の活動に注目しながら、その成長を見守りたいと思います。そして、彼らが目指す夢が実現する日が来ることを期待しています。彼らの挑戦は、まだ始まったばかりであり、 その先にはまだ多くの可能性が広がっています。読者の皆さんも、彼らのこれからの活躍を楽しみにしていてください。これからも、彼らがどのような戦略を取り、どのようにして世界での成功をつかむのか、その過程を追い続けていくことが大切です。彼らの未来は、彼ら自身の努力と選択にかかっており、それがどのような形で結実するのかを見届けることができるのは、ファンとしての喜びであり、誇りでもあります。 以上が彼らののの現在の活動についての考察です彼らの未来に期待しつつ、私たちも彼らと共に成長し、応援し続けることが求められています。